ででで飛んでますすねププリミティアプレイイヤーエイです今回は、ミサイルを作ってみようと思います。しっかり飛ばして、爆発させてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょうまず、火の板を4枚使って、大きな筒を作ったら、火で羽をつけて、プラスチックで弾頭の部分を再現しました。 あとは、丈夫な鉄のプレートと火薬をくっつければ、とりあえずミサイルの完成です。早速飛ばしてみましょう。おー、結構高く飛んでます。でも、空中でくるくる回って、方向が安定しないので、ミサイルらしくないですね。斜め上に飛ばしてみても、やっぱりミサイルっぽくありません。 それから、後ろの羽を増やしたり、前に火薬を入れて、バランスを変えたりしても、ほとんど変わりませんでした。後ろの鉄のプレートは、重すぎるのかもしれないので、こうやって他の鉄で叩いて、厚みを半分にしてみましょう。こちらにさっきと同じ火薬をつけて、点火してみると、うーん、強度不足で割れて、飛ばなくなってしまいました。火薬を減らして、やっと飛びましたが、 飛距離はかなり落ちましたね。でも、バランスが良くなったのか、くるくる回転しなくなったので、よしとしましょう。ここからさらにミサイルらしくなるように、改良していきます。まずは着弾した時に爆発するように、こうやって内部に草をつなげた動画線を作って、前の火薬と繋げます。仕上げに後ろに大きめの草をつければ、 よしこれで爆発するようになるはずです早速試してみましょううーん飛んだ後、すぐに爆発しましたでもちょっと爆発までが早すぎるので、中の草の数を増やしてみましたこれならどうでしょうかよし少し爆発が遅くなりました発射の角度が低いと、さらに遅くなってますなぜこうなるのかというと、こんな感じで、 ミサイルの中でたくさん繋がっている草が燃えるとき、上方向に炎のエレクトが伸びるので、角度が垂直に近づくほど、遠くの草に引火しやすくなって、火薬が爆発するのが早くなる。というわけですね。草が大きいほど、エレクトも大きいので、最初の草に引火したとき、鉄のプレートを貫通して、隣の草に火がついています。中身が見えたままの状態で飛ばしてみましたが、 ミサイルが移動しているせいで、炎のエフトが見えづらいので、引火している様子はあまりよくわかりませんね。それに、対空時間が短いので、ミサイルっぽさがまだ足りない気がします。対空時間を伸ばして、さらにミサイルらしくしていきましょう。そのために、ミサイルの後ろに草を並べてつけて、その先に鉄のプレートと火薬を追加しました。 こうすれば、二段階に時間差で火薬が爆発するので、二段ロケットのように加速して、対空時間と飛距離が伸びるはずです。早速試してみましょう。うーん、爆発の感覚が同時ですね。なるだけ端の方に火花を散らすと、少し感覚がずれましたが、これだと、さっきと対空時間はほとんど変わっていないと思います。 そこ,こで、後ろの火薬を増やして、厚みをつけることで、隣の草との間隔を空けてみました。そうすると、おぉ、いい感じの間隔で2回爆発して、対空時間を伸ばすことができました。2回目の爆発の後、しばらくして弾頭が爆発するので、今までよりさらにミサイルっぽくなったんじゃないでしょうか。2回目の爆発で、ね、少し軌道が変わることもあるので、 見ているだけで結構楽しめました。でも、さらにミサイルっぽくしたくなったので、後ろにもう一つ、鉄のプレートと火薬を追加して、3段階に加速するようにしてみましょう。これなら、もっと対空時間が伸びてくれるんでしょうかおー、しっかり爆発して、3段階に加速しています。ついでにちょうど巨大スライムの上に乗って、爆発で追加ダメージを与えました。 ここまで来ると、かなりミサイルっぽくなったんじゃないでしょうか対空時間も長くなって、いい感じで飛んでますね。その後も何度も飛ばしましたが、飛ばすたびに微妙に動きが変わるので、低球精度はあまり高くないみたいです。ここからさらに対空時間を伸ばすために、木を重ねて作った翼をつけてみましょう。これだともっと飛んでくれるんでしょうかうーん あまり飛ばなくなってしまいました。翼をつけたせいで、重くなってバランスが悪くなったのか、まっすぐ飛んでくれませんし、少しだけ飛んで、すぐに落ちてしまいます。いろいろ調整しながら、何度も飛ばしましたが、これ以上飛距離を伸ばすことはできませんでした。結局何もつけない方が、一番飛びます。でもまだ諦めきれないので、木ではなく、 草を薄切りにしたもので、翼を作り直して、もう一度挑戦しましょう。これならどうでしょうか試してみましょう。おー、軽くなった分、糸人が伸びましたね。でも、まだ弾道が安定しないので、もっと安定して飛ぶように、尾翼を追加して、調整していきましょう。その後も何度も飛ばしていましたが、尾翼を前につけて、重心を前寄りにすることで、 少しだけ対空時間と飛距離を伸ばせました。それでも、巡航ミサイルのように、遠くに飛ばすことは難しいみたいです。しょうがないので、火薬をたくさん追加して、攻撃力を上げる方向で、改良していきましょう。そうすると、飛距離は落ちましたが、爆発は派手になってくれました。さらに、前につけた火薬のかげで、バランスが良くなったのか、弾道は安定。 とりあえず、ミサイルはこれで完成ということにしておきましょう。それでは、こちらのスライムを的にして、ミサイルで狙って破壊してみましょう。果たして当てることができるんでしょうか早速ミサイルを飛ばしてみると、おー、上空から無数の爆発を浴びせてくれました。でもスライムは無事ですね。その後も何度もミサイルを発射しましたが、なかなか当たってくれません。それでも、よし ようやくスライムを叩き落とすことができました。でも、スライムは元気にのたうち回ってますね。破壊失敗です。そこで、さらに攻撃力を上げるために、たくさんの刃物を追加してみます。千馬呼吸みたいになってますね。早速発射してみると。よしかすってダメージを与えました。次こそ当てますよー。発射やったー 3964ダメージ巨大スライムを倒しました狙っていた小さいスライムには当たっていませんが、台にしていた巨大スライムに、ちょうどミサイルのお尻の鉄板が当たって、いい感じに破壊してくれましたそれでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう燃えるものはもうあるので、その上にそっと乗せます草も追加して、火力を上げれば、うん いい感じに燃えていますね。よしスライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょうもちろん、今回頑張ってくれた、ミサイルのハサダイさんにも、おすすめしてあげますはいどうぞ今回の動画はここまでです面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいですリクエストなど、コメントもお待ちしていますね それでは皆さんまーたーねー